はい、どうも、こんにちは、フーガーです。スリル満点の追跡をやってるかと思ったら、全然違うミッションやってましたね、前回ね。最後動画の途中、なんか、切れちゃってましたね。ちょっと、キャプチャー停止ボタンをね、ちょっと早く押しすぎたみたいです。はい、ということで今回は、スリル満点の追跡やっていき、あ、そうだね、さ、あれだ、発狂ってミッションやってたんだね。はい、ちょっと間違えました。いろいろごちゃごちゃしてしまって、はい、すいません。どうしようか、ちょっと、これはもうやめるか途中からやっても多分話の全貌が見えないんで、じゃあ適当にここら辺のを拾っていくか。よし、じゃあラザロって人をね、信者たちを今夜はエルカンと彼の家族のために祈りを捧げよう。そしてマザーの力で彼の子がトラウマを克服できるよう願おうじゃないか。希望を捨てるな、あのモンスターたちがどんな残虐行為を行おうとも。よそ者を見かけたらすぐに知らせるように、エルカンに起こった悲劇を繰り返さないためにも。トラウマってのがよくわかんないな、見えないな。うん、敵人間か。じゃあ、うん、そうだな。うん、もう信頼されてますね、完全に。そうなのか。じゃあちょっと、じゃあポラットさんに情報もらって、え、ポラットさんに情報もらおうっていうのにラザロにエズギって話誰だよ、エズギって初めて聞いた。うん、あ、そんな危険なとこなんだ。Let them fucking try. After what they did to that girl, there won't be no mercy. If you feel that way, then why wait? Why not take revenge right? Don't get all high and mighty with me. そうだな。We are angry, true. そんな自殺行為と呼ばれるような場所に、まあ、やすやす突っ込むわけにはいかないからな。うん。もう、経験値が違いますね。うん。If you really do want to, there's a hole in that highway. ああ。穴か。じゃあちゃんとよく見ていかないといけないですね。はい、えずぎ、えずぎ、あ、ここから行けないか。えずぎってすごい名前ですね。えずぎ、うん、多分同じ国の人とは思えない名前だからな。あれ、あ、この人だったか。全然出てこないから全く名前覚えてないわ。うん、No, that's not her.That's what's left of her. She was the happiest person I'd ever known, but now. I'm sorry, but she's conscious. But the longer she lies there, the more she just doesn't know what to do. When she was still speaking, she told me they hurt her and her mother. They shot her in the face, Kyle. Made her watch. Yeah, だな。They will take care of it. They won't hurt anyone else. Yeah, of course. Sorry.体のどこかを撃たれるよりも嫌だよな。顔面か。目の前でさ、そりゃまあな、まだ幼い子の前で、親の顔、今日、家族の顔面を吹っ飛ばされるってね。はい、もう、ミッションの説明がもうシンプルでいいね。敵に報復するという。はい。ということで、どのくらい離れてますかね。あ、そうでもなかったね。じゃあまあ近いですけどカット。はい、到着でーす。お、ここは意外と見たことないとこだな。おお、すごいこんな広々としたとこは、もう覚えてないな。でも同じ光景が何回も広がってますからね、ここら辺は。あ、やばい、もうバレちゃったけど穴があるとか言ってましたね。じゃあもう敵に報復するという、もう、お、ミッションなんで、まあ、やり方はもう自由でやれという感じですね。だからもう、やばいやばいやばい。もうやばいってもう、こんな時に、穴があるとか言ってたな。どこだろう。東に穴がある。お、来るな来るな。やばい、銃持ってた、銃持ってた。これ、ブーメランの刃を喰らえ。や、くそ。やばい、夜になってきたな。うわ、うぜえうぜえ、うめえ。後ずさり地味にうぜえぞ。
よし、オッケー。ちょっと穴が見つからないんですけど、また来たよ。うぜえ。うぜえ。ちょっと銃を持っていきますか。もうこの人は銃を持った敵なんてどうってことねえとか言ってますけど、僕はそうは思いません。普通に、普通に怖いです。うん。銃を持った敵は脅威です。やめましょう、その、ナメプー。あー、これ壊れてんのか。ちょっと弾少ないけど、行くか、頑張ってこれで。こっから行けるか？やべえな、もう早速バレちゃったから。あー、ライフルってこれ単発バースト式はもう嫌なんだけど。ほらほら、オッケー、弱え。弱え弱え、カスね。いや、でも一番厄介なのはね、グレネードなんですよ。あれがちょっと怖いですね。いろいろパックならもう無限に等しいほどあるぜ。やばい、来てるか。オッケー。ほら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 、オッケー。弾2発しかない。どうしよう。どうしようかな。オッケー。ちょっと弾ないですね、もう。ハンドガンまだ、弓で行くか。頑張ってみるか。弓で。よいしょ。だったか、今。よいしょ。ダメだ。難しい。弓はこれどうやって変えるんだ。間違えた。やばい、来るな来るな来るな、目の前に来るな。ほら、オッケー。危ねえ危ねえ。弓はどう使うんだこれ。ボトル当たってんのか当たってないか。よいしょ。ちょっと体力の減り激しいね、やっぱり銃は。ちょっとバトンで頑張ってみましょう。はっ、よよよは。来い、近くに来い。ほら、弱えな。ほらほら、オッケーオッケー。あと一人。まあこういうねとこはね、何度もくぐり抜けてきましたから余裕です。正直余裕すぎて話にならないな。ちょっと中に入れさせてくれ。あー、閉めてやがる。おお、なんでやねん、怖いわバカめ。近接で俺に挑もうなど。ちょっと最後は弓で倒してみようかな。来い、よいしょ。当たんないのか。ほら、よいしょ。一発で死んでくれよ。いやー、ほらほら、こうなっちゃうでしょ。ちょっとさ、頭当たっ、なかなか命中率が悪いな弓は。よいしょ。なんか飛び降りてアクションできるかなって思ったんだけど、できなかったね。はい、他に敵が潜んでないか確認する。まだいるということだな。いるってことだろ、それは。わざわざ調べさせんのは。いないですね。いないでしょ。いないいない。いないいないもん。ああ、こん中怪しいですね。ここ全然見てなかったですから。うん。いないでしょう。大丈夫でしょう。まあでも、わざわざ調べさせんのは、まあいるってことなんだろうな。ほら、いた。声聞こえたぞ、今。下、下いるぞ。どこに隠れてたんだ、今。ん？まだ下ってことは地下か。地下ねえ。めんどくさいねえ。出てこいよ、もう。どうせ助からねえんだからさ。地下ねえ。地下どこだ？しかもまためんどくさいな。あっちゃー、あー、死んでますね。エルカン、エルカンなんで顔覚えてねえぞ俺は。死体も調べつつ下の敵も倒さないといけないのか。
お、いるぞ、敵だぞ。え、エルカンじゃねえぞ。はい、終わり。うわ、勝て。クソが、すぐ死にやがれ。オッケー、ちょっとライフルさっき拾いすぎたな。よし、音、どこだ。こんなに吹っ飛んだっけ、すげえ。すごい、いいね。すごい、蹴りなんてあんま使わないからな、正直。ん、でもこのエリアってことは、あ、これか、なんか分かったぞ、これ開くだろ、これ。よっしゃ、オッケー、地下に地下、ロマンがありますね。ほほほ、うわー、酒とか缶詰とかばっか食って、もう悟ってるでしょ。うん、うん、エルカン、is that you? Coward. Kill me. Hey, エルカン。What could I do? もうやばいね。Hey, you're safe, man. Get a grip. Your daughter's alive. お。Shoot me, please. I want to join them. Coward.自分に言ってんのか、腰抜け目って言い聞かせてんのか。完全に鬱ですよ、もう。うん、うん、うん、おお、相当危険なとこだったんだな、じゃあここは。The farm's clear, so I don't know. Maybe you could ask your guys to bring him back. Of course, of course. We'll take care of him. Thank you. まあとりあえずこの人はね、また任せて、じゃあエスギに伝えましょう。まあ多分喜ぶんじゃないかな。はい、じゃあ伝えたいと思います。はい、到着です。はい、よいしょ。OK。危ない危ない。はい、到着です。やっぱちょっとバギーね、もうちょっと、そうですね、守りを固めたいですね。まあ無理なんだろうけど、ちょっとガードを固めたいですね。スケスケですから、僕は見えてる状態ですから、まあ、バイクよかマシですけどね。はい、おう、Thank you. You did more for her than anyone else in this godforsaken place. Look, Esky, I've seen a lot.痛みもマシになってくるってことか。まあ経験者を語る。うん、私の彼女の、ああ、感情がもうボロボロなんだね。うん、だいたいどっちもさ、うつ状態なんだからさ。まあわかんないですかね、うつっていうのはどういうきっかけで治るかわかりませんからね。そっか、心を閉ざした人とうつ状態の人がその出会ったらもうどうなるんだろう。はい、ということでクリアです。まだちょっと時間かかるかな。あと、まあ、折り返し地点取ったとこなんで、じゃあ次のミッションはどうしましょう。はい。あ、ストーリークエストも進めるじゃん。異常気象。あのフェイスレスから農場で起きた奇妙な現象について調査依頼を受けた。まあ、ちょっと奇妙な現象ってのを忘れちゃったんで、またね、まあ、確認しつつやっていきたいんだと思います。あ、でもサイドストーリーの方がなんか関心度も多くもらえるんだけどな。まあせっかくの久々のストーリークエストなんで、こっちを進めていきましょうか。じゃあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回異常気象やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。